平成7年でございます。ダブル124型 E-124028 型 E-280 リミテッドのございますね。最終型の方になるかと思われますが、デッキこれ入ってるんですね。これね、入ってますよ。これアンテナ伸びない。ダメですか？ FM ならいけます。アンテナ伸びないですかね。アンテナのこれでいきますよね。ちょっとまあ感度が悪いということで、とりあえずダッシュの割れもございませんし、しっかりと保たれてきた車でございます。綺麗ですね。天張りはさすがに垂れてしまったので、 DIY で昔のキャデラックのシートみたいな感じ、あのいわゆるあの打ち込むクリップ、なんつうんでしたっけ、このホチキス、なんつうか壁とかにやるやつですね。はい、これでやってます。サンルーフもすみません硬いです。なんでしたっけ、これちょっと硬いんですね。これスイッチが動作は完全に動いてますね。ちゃんと動いてます。ドア開けると光るのは、これ玉切れですかね。わかんない。わかんないですよ。まあ、あまり大事なところではないかと思います。シートの状態もこのように、とてもよく保たれております。車検証と記録もあんまりないと思いましたけど、説明書とか、あの辺も書類は揃ってるということで、まあ、ディーラー車ですけど、自分でつけたフィルムがこうちょっと雑になってますね。剥がせば綺麗になるかと思いますけど、やはり乗ってた方とか分かってる人は思うんですけど、香りがいいですよね、この頃の。結構な角度なんですよね、こう座るときって。座面だいぶこう足上がっちゃうんだなと思いますけどね。はい、タイヤの方はこのような感じです。薄いひびが出ております。山はありますけども、あと塗装は全体的に少しツヤが落ちております。じっくり見ると、まあ、厳しい点が、下の腰下の色は綺麗なんですけどね。いやー、でもこの格好見てるだけでもやっぱりワクワクしちゃいますね。ツヤが少し落ちてる感じ。ボンネットが一番ちょっとクリアが剥げてきてるところもございまして、ただエンジン一発始動ですし、かなり元々のものがいいのは分かると思います。右前のフェンダーだけ脱着せずに塗ったんだろうっていう形で言われてました。なので右前のフェンダーだけその状態がとても良いです。今ボンネット開いてます。ちょっと開けてもらっていいですか。引きながら下から開けですね。もう見て分かる通りオーナー様もうしっかりエンジンを磨かれてたということで、もともとオイル漏れもほとんどない車だったそうで、前のオーナー様かなりお金をかけてしっかり仕上がったということでございます。この手になってくるともう距離ではないですからね。走ってない距離の方が逆に不安になることも多々ありますが、まあ、どう見てもしっかりメンテされて維持されていくだければこのようなですね、パイプ周りとかの部品の綺麗さはないと思います。ここはもともとカットされる場所なんでしょうかね。グッと押すと
少しなんつうんですか、ケンシロウが飛行を押すようなこうちょっとメリットくる感じありますけど、これ薄めのやつなんで、あの穴が開くことじゃなさそうですね。まあでもちょっと予備軍ではあります。この辺の劣化もございます。あれですね、キルスイッチがつけられております。始動時だけベアリングが少しガーッと音がするんですけども、すぐ、治りまして、このような安定したアイドリングでございます。映像で撮ると少しガラガラで聞こえるんでしょうかね。全然静かですから。このような感じでございまして、一応一時抹消乗らなくなってから経過した年数的には2年、現在2年ほど経ったということでございます。ですので、まあ、手直しとかも必要な部分があるかもしれないですね。はい、まあ、ちょうどオーナーさん来ましたね。下回りも、まあ、東京の多摩地区で乗ってたものですし、もともう東京の新車なんですね。何も95年の頃は墨田区本庁の新車の時ですね。ということで、まあ、東京の人しか乗ってないベンツという言い方でしょうかね。とてもよろしいかと思われます。あ、ちょうど動画撮影中に書類が来たようでございます。あ、当時の入れ物で、さ、 E280 リミテッドの説明書の表紙は、どんな、あの、何個、あ、違う、説明書はないですね。こっちの整備手帳の方とかですね。あ、名前がちょっと出ちゃいました。そうですね、いわゆる説明書の方じゃないですね。オーナーさんも、あの、首から下だけちょっと取らせてもらって、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいおしゃれでかっこいい方なんですよ。はい、ということでございまして、あのアンテナラジオ聞けないですか？あれ聞けないですか？というか後のデッキ入れてますよね、あれ。当時のじゃテクニクスとかのじゃないですもんね。あの、その後のモデル、丸めになってくるところにいっぱいついてるはデッキですよね、あれって。すか、使えたんですよね、ちょうどね、あの頃でも。いや、自分も全部詳しいわけじゃないので、あれなんですけど、ありがとうございます。本当に乗りたい方いれば、もうこのままでも車検受かっちゃうと思いますよ、という感じです。アンテナのここ、これ、あれがないですね、コーナーのポールが。ダサくて。ダサくてですね。一緒に、あの、今見るとうんっていうちょっとありますけど、クリアのウインカーとかはもう後期の標準ですよね。94ルックなんて言葉があった最終の95年。この顔にみんな古いのを変えて、昔のオークション会場なんかよく 94LK って書いてあるセールスポイントにね。そんな感じです。いやー、やっぱり起こしたいですね、しっかり。ありがとうございました。